こんにちは。前回の動画、初めてのバンドインはボックスの使い方、DAW、チェビオ連携の続きとして、今回は作曲と連携の部分だけ抜粋します。例のごとく、メロディー生成から自分が気に入る曲が出来上がるまで、ひたすらメロディーガチャを行います。今回も何も考えず適当に作るので、時間に余裕のある人だけ見ていってください。前回と違い歌詞も入れたいのである程度、歌いやすいメロディーを待ってみます。なんとなくしっくりこない。平坦で少しつまらないですね。一連ガチャ開始。最終的な出来は期待しないでくださいね。あくまで初心者の趣味レベルなので、生温かい目で見てください。ちょっとテンポを上げてみます。古臭い感じがしてなりません。2連ガチャ。できてますね。もうこれにしておきます。 SSR まではリセマラしません。せっかくなのでスタイルを変更してみます。これでいいか。形にはなりそう。ラララドー見越しで不祥事でラドドドラドミソガミガレレソパラジミソシノビドレコココレコロノジノシドドココドドラミゴドドレシレレ。前回同様1オクターブ下げます。それにしてもメロディー生成された時にタイトルも自動で作られるのですが、このタイトルは汚れた小旅行なんですよね。明るい曲なのにどこらあたりが汚れているのか気になる。もしかしてコード進行が少し違うのか。ではもう一回聞いてみます。ラララドミファシレファソシレラドドドラドミソファミファレレソファラジミソシドミドレファファファレファラドジラシドドファファドドラファミファドドレシレ。ではここに歌詞を入れたり長さの調節なんかしてみます。本当にチェビオの調整は難しいので誰か教えてほしいです。動画見ても全然自然な声ができなくて、ウィキとか見て頑張ってはいるのですが完全に力不足です。バンドインはボックスの音程を変えずに歌詞と長さだけ編集しました。それではお聴きください。自動で曲を作ってみたよ。
簡単だよ、ボタンを押すだけ。自分じゃ作れない曲でも機械に任せちゃうよ。お金はかかるけど今も時間と成果歌詞をつけて歌う。これだけで曲が作れちゃう。あとは好きな楽器を入れたりコードを変えたり、うまくちせいちゃんを使いこなせれば、次はループ音源を使って曲を作れたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。